みなさんこんにちは。おしゃれ着物が着たい久美子です。今回はずっと紹介してなかった購入品を紹介しようと思います。まずはこちらのこれはねヤフオクで買ったんですけど、メルカリで買ったんですけど、キラキラストーンの帯留めです。これなんかスワロフスキー的なことを言ってたんですけど、どこにもそんなことが書いてないから、まあキラキラストーンってことですね。こんな感じでキラキラしてて、なんかいろいろ穴が開いてるので、ネックレスを通すこと、ネックレスのチェーンとかでもいいし、まあ帯留めでも、横に穴が開いてる帯留めでも使えるかなっていう感じで、こっちの裏側は透かしになってて、これはこれでまた可愛いので、もうこっちも使えるかなって感じですね。はい、このねメルカリのねショップさんはね、父からのなんかすごくいいものを受け継ぎましたって言ってるんですけど、それをねどんどん売ってるっぽいんですよね。そういうのどうなんですかね。はい、はい、次はサローネでゲットしたキチサブローの手ぬぐいです。もったいなくてまだ開けてないんですけど、どっちもいい色ですよね。これはヒグマさん方式で名古屋帯に縫い付けて帯にしたいなと思ってるんですけど、こっちの色すごくおしゃれで素敵です。これをゲットしました。はい、そしてこれですよ、これは絞りの浴衣で、一応ね有松絞りってなってるんです。ここに絞りが、生地は日本で、絞りは中国で、染めも日本っていうことになってますね。やっぱ絞りは中国なんですね。でもまあよくあるすごく総絞りな感じではなくて、こういう女柄にこうちょっと控えめな感じで絞ってある感じなんですけど、めっちゃ色がまずねいいなと思って、いいですよね、色がいいなと思って。しかもバラのね花柄で、これは本当お買い得だったんで良かったです。かわいいな、やっぱり色がね大事だなと思ったんですよ。最近訪問着来た時も思ったけど、これはねだるま屋さんにお仕立てに出そうかなと思います。絞りだと仕立て代ってちょっと高かったりするのかな。これ本当お買い得でした。はい、こんな感じです。はい、それから岡野さんですね。岡野さんで買った帯締めですね。今回はこういうちょっとブラウンですね、濃いめの赤みが入ってるブラウンで、ブラウンと発色のいいブルー、ターコイズ系のブルーですね。でこれはちょっとなんていうんですか、ちょっとアンティークっぽい感じのオレンジっぽいピンクですね。オレンジといえばオレンジだし、ピンクといえばピンクみたいな色になってます。これはよりふさになっていて、こんな感じなんですよ。なんかこう秋冬っぽい感じがするじゃないですか。ね、こういう感じで秋冬っぽい感じもするし、
この組み合わせだと、なんかなんていうんですか、アンティークっぽい感じの組み合わせになるなと思うし、やっぱりブラウンが入るとちょっと雰囲気落ち着きますよね。こういう感じでもアンティークっぽい雰囲気に、これがねアンティークっぽい感じの色合いなんですよね。すごく可愛いなと思って、この今回はこの3色で購入しました。で、前から持っているのが、今年の春ぐらいに購入したのがこちらの3色ですね。やっぱ春だったのでちょっと明るめというかこんな感じですけど、でもすごく使いやすくてこの色を気に入ってます。やっぱりね、こういう組み合わせも考えると、これとね、これは何でも合うし、この組み合わせもちょっとかっこいいからって今ちょっと思っちゃいましたね。こんな感じでいいですよね。これかっこいいな。こんな感じでかっこいい感じの組み合わせですね。この組み合わせも春らしい感じになるし、これも可愛らしい組み合わせですね。この色が入るとやっぱちょっと爽やかなんで、春っぽい雰囲気になりますね。黄色とブルーも合うし、ピンクでも結構可愛い、いい感じです。これはどうかな、なんかプリンみたいね。これはちょっと微妙かな。あとこれはまあいいかも。すごいですね。これはなんか大正ロマンっていう感じ。これはまあいいかな。いいんじゃないでしょうか。まあいいんじゃないでしょうか。かっこいいですね。今回はこんな感じで少しずつ増えていくのがいいですね。これ楽しいです。この間の訪問着の回でも、使ってたんですけど、なんかねやっぱツヤとなんだこの上品さがすごく、ごちゃごちゃしたコーディネートでも綺麗にねまとめてくれる感じで良かったですね。帯締め、いい帯締めはやっぱり必要だなってちょっと思いました。こんな感じで今6本揃いました。これからコレクションしていく感じですね。はい、これですよ。なぜかタンポポの着物を買っちゃったんですけど、これは2018年ぐらいの極級着物で発売された時のサンプル品、モデルさんが写真撮影とかにするときに使うサンプル品だったらしいんですけどね、藤井しぼりさんの商品で、なんとこれ備長炭入りの生地らしいんですよ。ね、ちょっと黒い点々があるの分かります？生地に黒い点々が入ってて、それがね備長炭入りらしいんですね。でピンクだけど、その生地にちょっと黒っぽい糸が入ってるのもあって、雰囲気的には落ち着いた、ピンクだけど落ち着いた感じですね。幅がねどのぐらいか一回確認しておこうかな。後ろが30、前が24.5 ぐらいありますね。大きい。これは脇で詰められるかな。ここのとこですね。これね、意識当てもついてたんですよ。意識当ては外しちゃおうかな。いらないですよね、夏だし。両側に縫ってあるから両方外して、でちょっとここつまむ
感じですかね。脇を1センチずつぐらいつまめれば、2センチぐらいつまめばちょうどいいかなって感じですね。っていう感じでつまんで着てみようと思います。今日も長いのかな、やっぱり。あー、肩幅からでかいな。68だから袖もちょっと一回外して縫い直しぐらいの。やだな、それはちょっと考えます。袖はどうしよう。まあちょっと大きいんですけど、めっちゃ安かったんで、備長炭入りの婦人絞りですよ。10万クラスですよ、この商品。3万9000円だったんで買いました。しかもみんなが似合うっていうから買いました。はい、ということで今回は極級着物ですね。極級着物と絞りの浴衣地と栗山さんの海釣りと北山ダブルの帯締めと可愛い帯留めと購入してみました。こちらでいろいろ楽しんでいきたいと思います。今回は久しぶりの購入品紹介動画でした。このチャンネルでは毎週日曜日夜9時からプレミア公開で着物に関する動画を公開しています。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。